大天使、ラジエル、17世紀。ラジエルは、絵のク書に記される天使の一人。その名は、神の神秘を意味し、ラツエル、ガリズル、サラクエルなどの異名を持つ。ザ天使の長で、秘密の領域と思考の神秘の天使の称号を持つ。七大天使の一人とも呼ばれる。ラジエルは、神の玉座を取り囲むカーテンの中に立ち、すべてを見聞きする。ゆえに、 他の天使たちの知らない地上と天界のすべての秘密を知り尽くしており、その宇宙の神秘についての知識を一冊にまとめた書物、ラジエルの書を常に携えていたという。その本は、セファー・ラジエールと呼ばれている。ラジエルの書は、初めは楽園を追放されたアダムに与えられた。が、それに嫉妬した天使たちが、ラジエルの書を奪い取って、海に捨ててしまった。 神の命を受けたラハブによって回収され、アダムの手に戻ったという。他にも、エノク、ノア、ソロモン王が、ラジエルの章を読んだとされる。ラジエルは、ラグエルと同一視されることがある。生命の木の第二のセフィラを守るとされる。ありがとうございます。